はい、皆さんこんにちは、ワンダルグループ石です。今回はギレネフォーチュン独立戦争記連邦軍編、まだ見れていないムービー31番と34番を埋めていこうということで、エルラン中将の、忠誠値を上げてですね、さらにホワイトベース隊も解散させて満を持して進めてきたんですが、残念ながらまだ埋まっていないという状態です。ただ最後まで攻略したら埋まるんじゃないかというアドバイスもいただいたので、このまま最後までプレイをしていきたいと思います。少し鼻声なんですけども、奥さんから娘、娘から僕と、風が移っております。皆さんも、お体ですね、気をつけてください。さて、今回はですね、いよいよ宇宙へと戦場を移していきます。前回までに地上の準軍は一掃しているので、今回はですね、ソロモン攻略に向けて、まずはですね、こちら北米、上空、ここをですね攻略していきたいと思います。では時間を進めていきましょう。ではまずは北アメリカ上空、北米上空ですね、ここの攻略作戦を発動していきます。進行ルートを表示します。ルナ2からも部隊を発進できるんですけども、キャリフォルニアを攻略した部隊が残ってますので、そこから攻略で問題はないかなと思います。大気圏突破ですね。ではこれで始めていきましょう。部隊打ち上げるものなんですけども、レーベル将軍の本体、ここにはアムロなんです。さらにブレックスと偏見ですね、部隊数自体はですね、ブレックスの偏見もまだ階級がそこまで高くないので、大部隊を送れるわけではないんですが、それでもアムロもいるし、さらにはそもそもレヴィル将軍の部隊数が多いというのもあるので、攻略は十分に可能かなと思います。で、打ち上げで侵入する場合は1ターンで侵入できますので、この後すぐですね、もう北米上空で戦闘に入れると思います。そうですね、北アメリカ突入ポイントに部隊が到着しました。数は少なそうですけども、作戦の指示をお願いします。ジョン軍は増援を出してきたように思います。お、白い悪魔、これアムロ持ってるんですけど使えそうですね。ではこれで攻略作戦始めていきます。攻略戦を開始します。モビルスーツをはじめとしたユニットは宇宙船仕様に変更した。策略を実行します。それに伴ってですね、ミディアや潜水艦は大部分処分しました。ただホワイトベース、いわゆるペガサス級ですね、これの数があまり揃っていないので、HLV がね、かなり混ざっていると、ご覧のような状況ですね。なので、このあたりは要注意なのかなと思います。とはいえ、数は少ないながらも、ペガサス級は廃棄してあるので、このペガサス級をうまく使ってですね、この乱戦を、まずは制していきたいと思います。敵はどうだろう？ギャンがまず見えてますね。あのギャンは、多少厄介かなと思いますので、早めに撃破したいというところです。では、モビルスーツ隊展開していきます。モビルスーツ主力はですね、ジムの宇宙船仕様になっています。なので、この宇宙船仕様の部隊を使ってですね、うまく、今、話したギャンなんか処分していければいいかなと。フルアーマーガンダム、これにはですね、バーニング隊のことになっております。こんな感じですね。フルアーマーガンダムはですね、格闘がないんですけど、火力が十分にあるゆえにバーニング隊が出るので、あの戦果はかなり期待できるかなというふうに思っています。では、まずはこの北米攻略戦ですね、順調に進められるように戦っていきます。敵ですが、気づかなかったんですが、これゲルググももう生産に入ってます、ね、しかもシャリアブルがっていう、なんか苦戦しそうだ、そんな予感がします、ね、
このシャリアブルが早めに、まあ、処分した方がいいかなと思いますので、早速ですね、集中攻撃を持ってシャリアブルを退けていきましょう。もうランマラルはギャンになってますね。これも、まあ、まさに要注意というところだと思うので、やっぱり集中攻撃を持ってですね、一気に殲滅戦へと持ち込みたいと思います。まあ、この中域に、まあ、シャリアブルだったり、ランバラールだったりというね、ジオン軍の中でも屈指のエース級を投入してきているような、ここは私たち。全力でね、集中攻撃でそのエースたちを撃破していきます。で、この後の宇宙での戦いを考えるとですね、モビルスーツ、あまり損傷、消耗したくないなというのもあります。まあ、かなり多くの資源を抱えている状況ではあるんですけども、生産のラインに関してはですね、やっぱり限度というものがあって、無尽蔵に生産ができるわけではない。まあ、生産ラインの話になりますけどね。まあ、そういう観点からもですね、損害はできるだけ少なく、できればいいのかなというふうに思います。では、続き、やっていきましょう。デラーズの戦艦も沈めましたね。地米級ですかね。ではこのまま敵基地、まあ基地なのかな、この制空権、取っていきたいと。これでほぼ敵のモビルスーツ隊は一掃できたかなと思います。まあ、防衛砲台はですね、簡単に無力化できるので、モビルスーツ隊を撃破し終われば、まあ、勝利確実なものになるかなというところですね。では、残りの敵をね、掃討していきましょう。これで、この北米上空の制空権完全に取りましたね。これによってですね、ソロモンへのルートが、ルナ2に加えて北米上空からも部隊を送り込めるようになったと思うので、北米からそしてルナ2から、それぞれですね、ソロモンに向けて部隊を次回送っていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。